三船山と辻谷鏡池と三船山辻谷辻谷から望むオークス地図三船山楽園は佐賀県竹雄市にある地仙海有識庭園であり、じと紅葉の名所である。所在地は竹雄市竹雄町大技竹雄4100。2010年2月22日に庭園全体が旧竹雄有種鍋島渋定庭園として国の登録記念物に登録された。 武雄市のシンボル、標高210メートルの三船山の南西六にある。三船山とは、神宮皇后が、白木征伐から帰った時に、三船を繋がれたことから名付けられた。前身は、萩野応援という佐賀藩、第28代武雄領主、鍋島茂雄氏によって造営され、1845年までに、約3年かけて完成させた別邸の庭園である。 明治末年以後に桜や大量の筒子が植えられることで現在の姿となる。総面積は15万坪に及ぶ。園内からは三船山の断崖絶壁を見ることができる。AB、旧竹尾有秀鍋島別邸庭,庭園。文化遺産オンライン。2017年5月31日閲覧。三船山楽園の歴史。三船山楽園。 2017年5月31日閲覧。園内の名所案内。三船山楽園。2017年5月31日閲覧。佐賀県観光ポータルサイト遊ぼう佐賀。一般社団法人佐賀県観光連盟。2017年5月31日閲覧。ありがとうございます。